Carlos, how are you doing? So today is my second political speech. And this is Nishiba town. And let's do this. ということです。はい。こういう暑いところでね、今から20分ぐらいかな。もう半になっちゃったので、まあ、20分ぐらいで終わらせようかなと思います。ですね、まあ子どもの未来を作るとの、まあ、考え方をまた喋っていこうと思いますが、今朝ね金持ちを呼び込むためのね、政策というものを少し喋ったのでね、まあ、そういった話もちょっとしていこうかなと思っております。はい。あとは、まあ、GDP が下がったっていうのはねネットで載ってるので、みんな知ってると思いますけども、まあ、それについてもね少し話をしようかなと思いますが、歯医者がねちょっと始まってるみたいですね、ここ。まあなので、ボリュームも4ぐらいで、少し、まあ、短めにちゃちゃっとやってで、やっぱ向こうの方がね、お店とか家からね、遠いのであっちの方でもやろうかなと思っております。はい。まあ明日あたりやろうかな、どうしようわかんない、まあ、とりあえず、20分ぐらいお話をしてね、早めに切り上げようかなと思います。ここね直射日光なんで暑いよね本当に。こちらは、子どもの未来を作る党代表の、杉本です。2015年くらいから、政治活動5年間やっていますが、去年の4月の地方選で落選をしたので、まだその政治の、ね、経験はないので、まあ、現場のことはちょっと分かりませんけども、去年の、選挙の後に、2つ目の政治団体を作りましたので、子どもの未来を作る党の代表として、3年後に向けてまた準備を、進めていこうかなと、思っております。自分の経歴としては、36歳くらいだった時に通信制の大学で教員免許を取って、小中高で、非常勤講師とか、常勤講師をしていました。まあ、特にね高校はまだいいと思いますが小学校中学校はかなり子どもの数がね減っていると思います。ただ学校の教員もそのできないということで、非常にね、市役所もそうですが学校の教員の数もかなり余っている状態であります。まあ、学校の教員の仕事もそんな、まあ、忙しいと言ってますが、まあ、8時間ぶっ通しでね、労働しているわけではありませんので、まあ、かなりね余裕があると思います。特にその公務員の場合は、民間企業と全然違うところがあるので、例えば一人でやる仕事を1とすれば、まあ、民間企業の場合は、4ぐらいの、ね、仕事をさせますが、公務員の場合は、ね、法律を勝手に作っていますから、一人でやる1の仕事を、4、5人でやるように、ねなっていますので、まあ、忙しいというのは明らかに、ね、印象操作だと思います。まあ、学校の時は男子卓球部の顧問を、ね、自分はやっていたので、まあ、実際休みはなかったんですが、まあ、ちゃんと手当もつきますし、まあ、授業も、1日に数回ぐらいしかありませんから50分授業は、まあ、非常にね、時間も自由だし、楽な職場だと思います。まあ、リモートの、授業とかオンライン授業とかそういったことも、ね、注目されていますし、まあ、学校も、ね、かなり削減することは、ね、全然余裕だと思います。まあ、子どもの未来を作る党としては、まあ、教員を目指したときは子どもたちのために、仕事をしようというね、そういった気持ちに嘘はありませんが今はその子どもたちの未来のために、仕事ができるように、政治家の、ね、仕事を目指しています。 Thank you.
ておりませんが、リストラをするとか、全公務員を非常勤講師にするとか、非常勤講師じゃないか、非正規雇用にするとか、あとは公務員という名前も、税金負担職員という名前に変更をした方がいいと思っております。ということで、公務員の数を減らして子どもの、未来に投資をすると。その結果、国力を、ね、強くして、平均賃金を上げていけるような、そういった、コンセプトで、ね、また、準備をしていきたいなと思っております。現在この教員の公務員で、あるので、850点とか、ね、900点とか、まずは教員 の, その採用試験の、レベルを上げていく必要があるのかなと思います。一応日本の場合は地方集権国家ですから、地方でできることというのは、法律に逸脱しない範囲でしか、できないと思いますが、例えば公務員を国にするとかいうのはおそらく法律を変えなければいけませんが、教員採用試験 の, その英語の、ね、TOEIC の点数を上げるということは、まあ、おそらく、条例を変えれば、変更することは可能なのかなと思います。まあ、我々が、ね、生きていた時代は20世紀ですから、今年はもう21世紀になっているので、まあ、明らかに、時代が変わってきています。昔は工業化社会だったんですけども、今はもう、情報社会ということで、まあ、非常に情報の、ね、持つ役割というのが大きくなっていますし、まあ、情報業者が、お金儲けができるような、ね、時代だと思っています。ということで、例えばインターネットで何かを日本語で検索をしても、ほとんどが、ね、英語でできていますから、インターネットの情報のうちの 20% ぐらいしか、検索ができないそうです。まあ、インターネットとかそういったものを作っているのはアメリカ人なんで、基本言語が英語なんですね。なので英語ができるようになるために、入手する、情報の量も、格段に、増えていくと思います。入手する情報の量と質も、レベルアップすると思います。それと日本国内での、ビジネスチャンスも今は1億2000万人いるのでまだいいと思いますが、毎年その人口がかなり減ってきていますので、今後日本国内だけで金儲けするというのも、ね、難しい時代になってくるのかなと思います。ということで、世界のどこに行っても活躍できるような人材を、育成するというのが、学校教育見ていても分かりますが、ドイツ人とかあとは韓国人と、スウェーデン人もそうですし、UAE も英語がもうペラペラに乗っていきました。もうネイティブレベルの英語を普通に喋っていますし、ドバイも本来はそのアラビア語なんですが、まあ、移民も多いということで、子供も大人も英語がペラペラということで、まあ、日本の子供たちもまあ、前坂中でね、少し勤務した経験からも言えますが、能力はね、非常に高いと思います。まあ、教える側のね、やり方が良くないということで、ちゃんとその英会話の教育をやれば、日本の子どもたちも英語ぐらいはね、ペラペラになると思います。あとね、本当の姿をまずは子どもたちにも理解してもらうということも、非常に重要だと思います。それとちょっと時間もあれですので、次に行きますけども、まあ、基本的には今日その公務員の数を減らして子どもの、未来に投資をするということと、もう一つは、どっちかというと、金持ちに、来てもらって、経済も良くしていくと、そういった考え方もね、今後は、
かなり効果があるのかなと思っています。超富裕層を呼び込んで、経済もよく、いい方向に持っていくと、いうことで、まあ、個人的にはその何でしたっけ、日本国内にはその漁港がたくさんありますから、税金で作った漁港がある。ただ問題なのは税金に作った、漁港ですけども、まあ、ほとんどその漁港関係者が独占をしていて、まあ、これも岩盤規制だと思いますが、普通の人は使えないように、ね、なっています。ただ我々の税金で勝手に作ったものでありますから、当然あの一般人にも使う権利はあります。まあ、当然10億以上、100億以上、持っている人たちはあの使う金額もね、年収200、300万の人と比べるとはるかにたくさんのお金を使うことが、ね、考えられますので、当然そのお金も地元に落ちますし、税収入も、ね、増えていくと思いますので、なので金持ちにその妬みひがみをするのではなくて、金持ちにともっとね、我々の町に来てもらってお金を落としてもらうと。まあ、あの静岡空港も毎年5億円以上 の、 あの赤字を垂れ流ししているみたいですし、まあ、税金で作ったその漁港も毎年税金で、整備をしています。しかもその1年間の税金を使った整備費は、1年間の漁獲高よりも整備費の方が高いので、ね、これも赤字になっていると思います。ということで、漁港もね、回復して、まあ、規制を撤廃しないといけないと思いますが、まあ、常年で変えることができるので、真っ先に、変えていきたいと思いますが、漁港を開放して、まあ、誰でもその安い金額で1万以下ぐらいの金額で、プライベートヨットをね、係留できるようにすると。で、契約した人ならば、その他の漁港もただでね、1日置くことができるようにすれば、まあ、安い金額に設定してもいいですけども、そうすることで、マリンレジャーが普及して、特にそのお金を持っている人たちが、マリンレジャーにね、お金を使ってもらえると、思います。まあ、日本人全員の、個人金融資産が1800兆円以上ありますし、まあ、そのほとんどの、ね、やっぱり高齢の人たちがお金を持っています。まあ、全部の高齢者ではありませんが、まあ、割合で言えばやっぱり高齢な人の方がたくさんお金を持って余裕がありますので、当然その漁業を開放して、プライベートヨットも、ね、安い金額で、維持することができるようになれば、当然そういったお金に余裕のある人たちも、職種が伸びると思いますので、自然な形でお金が市場に出てくると、特に浜松とか静岡の浜松から、船を作っている企業も、ありますし、船外機を作っている企業も2つ3つぐらいありますから、当然地元にもね、あのお金が流れてくるということですので、漁港を開放して、そうですね、マリンレジャーをね、安い金額でできるようにすると。あとはその超富裕層を呼び込むためにも漁港を開放することと、あとは、静岡空港もそのプライベートジェットがね、置けるように議論するということも、非常に効果があるのかなと思っています。まあ、基本的にはそのこれからの政治家というのは、税金だけに頼るのではなくて、減税をすることで、消費を促進をするとか、漁港を開放してね、自然な形でお金がね、市場に出てくるようにすると、まあ、いうことが、重要かなと思っています。1830兆円ぐらいの個人金融資産があるみたいなんですが、まあ、日本の公務員は嘘をつく生き物ですから、当然安心してお金を使える国ではないと思います。コロナショックでね、他の国、ドイツもそうですが、かなりね、減税をしていますが、これだけその民間企業がね、倒産したり給料が減ったりしていても、日本の公務員は減税をね、一切しようとしていません。
それどころか自分たちの公務員の給料だけ増やしていますから、これはねかなり異常なね、状態だと思います。まあ日本の公務員は腐っていますから、それは最初から知っていますけども、政治家が方向性を示して公務員というのを潰していかないと全くいい方向に、ね、進んでいかないと思います。ドイツですらね減税をしていますから、本来ならば、大幅に減税して公務員のリストラをしてできれば世界の富裕層もね呼び込みたいと思いますが、まずは日本国内の富裕層、10億以上とか100億以上とか1000億円以上持った超富裕層に来てもらって、お金を使ってもらう、そういう、形にするためにも、まあ、静岡空港はね本当に毎年5億円以上の赤字を垂れ流ししてるみたいですから、プライベートジェットも、ケーブルに来てお金持ちに来てもらう、で、旅行もね開放してプライベートヨットを持っている人たちにもこの街に、ね、来てもらう、でということはその豪邸を作って、でしかもプライベートヨットをね家の隣に係留できるような、そういった豪邸を作って、まあ、それを10億20億ぐらいで売って、超富裕層に買ってもらう気持ちをね、我々の街に読み込んでいきたいと思っております。まあ、基本的な考え方としては、公務員のようにね税金を食い潰すのではなくて、なるべく税金に頼らないようにして、減税をして、個人の消費を促進をすると、で金持ちも我々の町に来てもらってお金を落としてもらうと、つまり他人のふんどしで、相撲を取ればいいと、思っています。なるべくね公務員のような無駄は、徹底的に排除して小さい政府を目指すと、もう30年以上、25年ぐらいですかね、日本の GDP とか、民間企業の給料はじりじり下がっていますので、25年、30年、給料が上がらないという先進国は、おそらく日本だけですから、これも異常な、ね、状態だと思いますので、まあ、日本の給料を少しでも、ね増やしていくためには、国力を強くしないといけませんし、国力を強くするためにはやはり、新しい産業として新しい人材をね、まあ、学校教育を改革して、人材育成のレベルを上げていきたいと、思っております。まあ、普段はその市役所の前で、政治活動していますが、まあ、これからもね、他の場所でも政治活動をして、しかもそれを動画に撮って YouTube の方にね、アップしていきたいと思っておりますので、YouTube チャンネルの方もよろしくお願いしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、今28分ですね。ちょっと今日は4時半ぐらいからちょっと用事があるので、今日はこれで終わりたいと思います。とりあえずこういうね、クソ暑いんですけども、車は、たくさん、来ています。まあ、通行人はねほとんど通らないくらい少ないんですけども、まあちょっとかなり暑いので、まあ熱中症に気をつけつつもね、まあ、なるべくその、政治活動と YouTube の動画をアップすることは続けていきたいと思っております。ということで、All I got is just finished my political speech. This is second time. I was a junior high school art teacher, but I wanna try Japanese education reform. I will challenge again next Japanese local election. Thank you for watching. Smash like buttons and subscribe. Stay tuned. Yara, Yoro. Bye.